はいどうもおじさんですどうもプライムに来ました。多分結構映ってると思うんですけど、とりあえずいろいろ買ってきました。あのハーバーフレートね、ショッピングスプリーを実施しております。 ロデオドライブで、ブランド物のバッグを買うみたいな。これねおじさんにとってのブランドハーバーフレートこれが最近おじさんにとっての高級ブランドです、ハーバーフレートね。ということでこれね、コンプレッサー2台で、プライムにも荷物が届いてたんで今ピックアップしてきました入るかなやばいっす、正直です、正直やばいことになってます。ね入れます。カメラの角度はね、こうかな。なんかねドアがね止まっててくれないで危ない、風が強いから。どこロックないのかな、これ普通ついてるんですよね、なんかこうメカニズムなんか見当たらない。まあいいやしゃあないということで、まずこれがチョップソースタンドエボリューション、うん、ね、立てるか、場所節約、エボリューションスタンドで、あ、トゥールボックスもちょっと準備したんですよ。トゥールボックス、トゥールボックス1、トゥールボックス2、ね、よいしょ。でこれいきますか、この重いやつ、ふっチョップソーエボリューション1個1台、あとは軽い、 あとはそうでもない。アマゾン、これなんだ、あ、なんかねおまけくれたんすよ。あのこのエボリューション注文したらこのパワートゥールタダでくれました、1台おまけ。なんだかよくわかんないけど一箱で、もう一箱で、もう一箱でね、まだねまだあるんですよ、まだプライムのすいません、ちょっとまだ1回で持ってこれなかったんでまた取ってきます。はいどうも、はいどうも、持ってきました。2回目これ結構ある、意外とあります。笑っちゃうでしょ、冷房を取り付けるっていうことから始まってこれだけ道具が必要だっていう必要ないんだけど、凝り性、凝り性がやばいことになっております。皆さんは果たして冷房1台をインストールするのにこんなに道具がいるのかっていう道具引っ越し並みのあれですね、量ちっちゃい箱の中チェックしてないんで、一応他の人のが入ったらあれなんで、
なんだ。ああ、はいはい、ホンダのエグゾーストパイプ。 OK 合ってます。はい、とりあえず今日の分はこれで OK だけど、まだ届きます。さらに届く予定です、実は。どうしましょう、どうしましょう。はい、では返していきます。これね、はい、どうも皆さん、お疲れ様です。おじさんです。戻ってきました。疲労、ちょうどお昼の多分1時ぐらいなんですけど、食べます。今日はこれまずに荷物を下ろして場所作って、でアップグレードしてんす、実はいろいろで、いろいろやります。なんでまず食べます。ここでまず栄養取んないと今日やばいと思う、さすがのおじさんも。だから買ってきました、コーヒー。乾杯。プライマー残念ながらホールミルクって言って、あの普通の牛乳がないんですよ。なんかクリーマーと粉しかないんで、あんま好きな味にはなんないんですけど、我慢してそこはね。あ、でも牛乳売ってるか、別々で買っとけばよかった。その関係で熱いです。まあ全部は飲まないんで。で今日買ってきたのはプライムターキーラップ、これが今ささっと食べれるかなと思って、こうやってね、こういう感じ、ターキーラップを食べやすそう。やっぱ予想通り、ほら、うん、うん、行きます。死にそう。フラフラしてます。バッテリーが持つところで撮ってみようと思います。とりあえず食べたんで元気は出てくると思います、多分。ほんと最近体力のなさを感じますよね。やばい、やばいです、やばやば。下がろうとしてます。Thank you.
さっきね、そういえば社長とすれ違いました。知らんぷりしました。なんかすごい荷物運んでて、すごいなんか廊下狭いから、ぶつかって壁とか壊したらやばいじゃないですか。だからこう、ま、前を見て歩くんじゃなくて、こう後ろすごい気にして歩いてたんですよ。このカートカラカラってやりながら、ふって全然気づいてなくて、最後にふって気づいたら、社長が一汗流してバスケかなんかやって、なんか社長室に戻るとこでした。社長室シャワーあんのかな。なんかありそう、マイシャワー。うちの社長運動好きなんです。運動好き、長生きしてます。もう70後半とか、あそこまでかなんか70前半か。僕が生まれた年に創業なんですよ。そういえばそのぐらい、すごいですよね。50年、プライム50年やってます。で20歳ぐらいの時だから、確か大学生ぐらいの時に始めたんですよ。だから70ぐらい、70ちょいで、健康でかっこいいレンジローバー乗ってんすよ。ブラックアウトしたレンジローバー、ランドローバーかな、わかんない、あれ系。で運動好きでバスケよくしてんすよ、社員と。で今日もそのバスケで一汗流して、ちょうど社長室に帰るところでちょっとふっとすれ違ったんだけど、挨拶できなかった。なんか引き止めた挨拶のちょっと恥ずかしいなのって、恥ずかしかったです。社長ハローみたいな、社長ハローって。最後に会ったのは、会ったって会話したのは、おじさんが入社した直後ぐらい、ユニサイクルを披露しました。ユニサイクル乗ったら社長いて、なになになにみたいな、ちょっと見せてって言われたんで、こうやって乗るんだよって言って社長に見せてあげました。駐車場で、正面玄関の前でね。それが会話をした最後です。会話をした最後。はい、おじさんです。これからちょっと避けて場所作っていろいろやるので、多分喋る余裕はないと思うので、先に喋っときます。はい、開始します。どうも、
さんの秘密倉庫、これでいろいろ作成することができます。ね、はい、まあ、使うのはまた今度練習します。はい、ね、4つ、作業もしつつ道具もあっていろいろできないと、ということで、まあ、続きはしてやります。それでは失礼します。どうも。はい。